今日は冷蔵庫の日ラジオ試行錯誤を始めますはいスタイル皆さん はい、さあ皆さんおはようございます。マイク入ってませんでした。えっ、ー、と、2012年6月の21日、ラジオ試行錯誤、第45回目の放送になります。私、無差別料理研究家、ソヤマックスこと、ソヤマナオユキがパーソナリティとして1時間、今週もよろしくお願いいたします。今日、6月21日は、冷蔵庫の日となっているんですけれども、今日は夏至ですね。夏至。1年で一番、 えー、日中、昼が長い日ということで、えっと、夏に備えて冷蔵庫をチェックしましょうということで、冷蔵庫の日になっているそうです。はい、そんな6月21日なんですが、今日もね、ありがたいことにゲストが来ていますので、ゲスト紹介から行きましょう。ゲスト、はい、お名前はチャタンからやってきました、モガメンのモガミと言います。モガメンのモガミ。はい。はい、モガミ、下の名前は高雪です。モガミ高雪ということで、はい 最上だけどどこ出身沖縄です沖縄出身はい生まれは名古です名古生まれなんだ名古生まれなんだあそう名古生まれでで現在おいくつ二十八歳です二十八歳昭和五十八年生まれの五十八年です僕と同い年ということでですはい千九百八十三年 今ね1983年生まれを集めて一つイベントをしようじゃないかということで企画中なんですけどそれはまた後ほどね紹介するということで「モガメン」とは何ぞやと「モガメン」とははいは茶、い、ンで今、うん、屋台をやっておりまして、うん、琉球ジャジャメン屋台というものをやっておりましてそこの名前が。うん とというこお,、ねはい、おう琉球じゃじゃ麺。これね、多分知らない方の方が多いと思うんですけど、じゃじゃ麺の知名度っていうのがまず、どんなもんかな。ね、沖縄においてのじゃじゃ麺の知名度、<laughs> 半分ぐらい。半分も知らないかな。1>, 1割も知らないんじゃないですかね。そんなに、そんなに低いかな。じゃじゃ麺っていうのは、はい。はもともと盛岡の三大麺、うん、冷麺と、うん わんこそばとじゃじゃ麺っていう三大麺があるんですけれども、うんうん、皆さんよく冷麺とわんこそばそ、ね、よく,聞くとは思うんですけど三、うん、大麺というけど二代しか知らないその盛岡のじゃじゃ麺をちょっと沖縄そばの麺を使って、うん、まあ沖縄の食材を使ってちょっと沖縄風にアレンジしたものが私のやっている琉球じゃじゃ麺と名乗っているものになります、うんうん これがオープンはいつオープンしたは五5月の一日ですね。5月一日。じゃあ、まだ2ヶ月にも満たない。そうですね。はい。そうなんですね。場所はは、あの、58号線沿いの茶炭の元、U プラザ。U プラザはい。U デニム ?U デニムですね。U デニム。U デニム。U プラザから U デニムに変わった。あ、そうなんだ。U プラザっていう名前だった。もともと U プラザっていう名前だったんですけど、そちらの方の、あの、屋根付きの、なんていうんですかね。屋根付きの、 テラスと言いますか通り抜けの道と言いますかそちらの方で屋台で外でやっておりますオープンエアな感じでねオープンエアですそうなんです琉球ジャメン麺ガメ麺営業時間ははえっと18時夕方の6時から夜は25時夜中の1時までやっております夕方6時から夜中の1時までオープン不定休不定休でございます今日は ちなみに今日はお休みになりますお休みだけど、どこに行けば食べれますか、那覇のチャンプルーでいいね宣伝上手今日今夜、ですね那覇市桜坂チャンプルー荘という場所で出張じゃじゃ麺ということで、はい、今日は冷麺のスタイルで,で、ね、冷,やし冷やしでいく、はい、そう冷やしのじゃじゃ麺を提供していただけるということで、はい、今夜、ね、ちょっと僕のイベントでその晩餐会みたいなのをやっていて、じゃあ、一品コラボレーションしてもらおうかということで。 初めてですこのスタイル<お>、うん、誰かが1人来て作るっていうのは初めてのスタイル今夜初めてなんで<ー>どうなんでしょう枠まだあるのかな今20名ぐらい参加は決まってるそうなんですけどまあ滑り込みで来たい人来てくださいぜひお願い <laughs> します桜坂でお待ちしております <laughs> はいそれが今日ですね今日の桜坂で晩餐会やってますということで無差別料理研究家ソヤマックスの料理が食べられます ジャジャメンも食えます、はいはい、よろしくお願いしますということでね今日はそのゲスト最上高行を招いてお送りしていきますのでメッセージありましたらじゃじゃ麺食べたよとか感想とかね <laughs> あとなんかこうリクエストとかこんなん入れたらどうとか,なんか,そんなんとかあとクレームとかねあったら送ってください <laughs>、はい、そのアドレスが <laughs> fm786-fmyomitan.co.jp もう一度言いましょう。ちょっとかっこよく言ってみますか ?fm786 at fmyomitan.co.jp こんな感じで。確かね、格好悪かったな。ちょっと CO が CO だね。ちゃんとね、CO って言わなきゃいけないんだけど。はい。じゃあ行きましょう。まずね、番組始まって速攻、やること、やることがですね、告知関係がたくさんあるので、そちら。 紹介していきましょうまず読谷村ハーリー大会のお知らせです、えー、夏だ海だ読谷ハーリーだということで今年もやってきました、えー、7月8日日曜日第28回読谷村ハーリー大会 in 宇佐海岸開催と、えー、FM 読谷では朝9時から午後2時までの5時間ハーリー会場より生中継と生中継というユーストリームで生中継するんですよ 去年もやってましたけど、えー、f m 読みたんホームページから映像も配信会場の模様をタイムリーにお届けします7月8日日曜日はみんな揃ってハーリー大会へレッツゴーと以上 f m 読みたん特別番組のお知らせでした、はい、続きまして、えー、NTT 西日本西日本九州より中古 PC 販売会のお知らせですおお、えー、読谷村古源が秋葉原にと すごいキャッチコピーですね。NTT 中古パソコンが格安でゲットできるチャンス。うん。6月23日土曜日。あさってですね。えっ、ー、と、午前10時から午後3時の間、古元南小学校近く、えー、沖縄 PCSRC っていうお店ですかね。沖縄 PCSRC においてイベントを開催いたします。中古 PC や周辺機器、さらにジャンク品などを格安にて販売いたします。えー、例えば、 モデルの PC が9000円からあら来て見て触って掘り出し物を見つけてください6月23日土曜日古源南小学校近く旧 NTT 嘉手納電報電話局敷地内と、えー、沖縄 PCSRC、えー、ぜひお,ともお友達をお誘いの上ご来場ください以上 NTT 西日本九州より中古パソコン販売会のお知らせでした はい、続きましてまだまだいきますよ、えーっとですねえー、続きましてははいえー、二来消防からのお知らせです7月1日日曜日、えー、午前11時から午後3時まで二来消防本部構内におきまして2012二来ファイヤーフェストを開催します二来ファイヤーフェストとは日頃学校教育では体験できない消防救急救助の実体験ができ消防職員と触れ合い消防意識を高め 災害時の対応を学ぶイベントです。対象者は、読谷村内の小学校の在校生。受付期間は、6月の毎週土曜日と日曜日の朝9時から夕方5時。えー、詳しくは09、098-958-2119、098-958-2119、読谷消防署まで。読谷村内の小学生参加お待ちしています。以上、二来消防署からのお知らせでした。はい 続きましてごめんねちょもうちょっと待ってね <laughs> あの読む読まないまあいいや <laughs> えと次いきます社恩福祉チャリティーゴルフ大会のお知らせです、えー、読谷浄化槽清掃者は地域の皆様に支えられおかげさまで創立30周年を迎えることができました、えー、そこで地域の方々へ感謝を込めて社恩福祉チャリティーゴルフ大会を開催します、えー、期日が7月の29日日曜日 場所は残パゴルフクラブ。参加料はお一人様2000円です。競技終了後、表彰式も2回レストランにて行います。なお、収益金は読谷村社会福祉協議会へ寄付いたします。ぜひ、ご友人をお誘い合わせの上、ご参加ください。詳しいお問い合わせは残パゴルフクラブ。電話098-958-1938、958-1938 95まで。 以上社音福祉チャリティーゴルフ大会のお知らせでしたはい続きまして、まだありますんでねえー、とですね続きましてはロイヤルレストランロイヤルレストランからディスコナイトということでディスコナイトのお知らせなんですがえー、とちょっと待ってくださいねその前にこっち行きましょうごめんなさいえー、と はい、ザンパゴルフクラブ、またこれザンパゴルフクラブなんですけど、平日ランチのお知らせ、平日ランチですね、えー、と6月18日月曜日から6月22日までの週替わりメニューということでやってます、えー、台風4号、夜中のうちになくなっちゃいましたねとそう、台風4号は肩透かしだった感じだったね、営業できなかった、営業やめといた、やめました、やっぱりですね、そうだよね、今回の5号はまたそれていったような。 でも今日も風が,、まあ、今日風が強いぐらいで台風なんだ温帯低気圧になったのかな,かな,、ね、な最新情報を押さえてませんけど <laughs>、ね、また台風5号が近づいてきてますね引き続きの対策をということで、まあ、風強いんでねその辺はご注意した方がいいかなとそんなザンパゴルフクラブの、えー、と平日ランチが今週は八方菜、茄子味噌定食、えー、牛肉ゴーヤー炒め定食そして酢豚 となってますこれが750円でで提供しておりますすあとですねパターという料理あるんですよ、ここにまあ、ゴルフクラブなんでね、パター,パターっていう料理が1800円のところ1500円でいただけるとなっております、はい、そのザンパゴルフクラブ2階レストラン、ザンパ園は電話0 9 8 958-4080 9 5 8 4 0 8 0となっております。 以上、ザンパゴルフクラブからのお知らせでしたとそして、まあ、もう1件もう1件ありますねえー、っとですねごちそうやさまさまごちそうやさまさまからのお知らせです、えー、毎月7のつく日は長渕剛デで、ということで、ね、今日は21日か7のつく日次は6月27日ですねと店内の BGM がすて長渕剛になります<う>えす、ー。その他タイムサービスといたしまして これは毎日やってますね。夕方5時半から7時半までの2時間。オリオンドラフト生が200円となっております。はい。ありがたい。で、またご来店いただいたお客様には、感謝割引チケットをプレゼントしておりますので、お気軽にお越しください。はい。以上かな。以上、以上、もう一件。はい。これです。えっ、ー、と、ロイヤルレストランディスコナイトっていうことで、えっ、ー、とですね、これが、 えー、フリードリンク2500 25円、女子1500円のフリードリンクで11時夜11時スタートですか、ロイヤルレストラン1階、これ、いつだろうな、2012年7月7日、すみません、大事なとこ抜けてましたね、2012年の7月7日に行われます、ロイヤルレストランディスコナイトということで、DJ ですか、DJ、ゲスト DJ。 ディスコ DJ がね、あの、何さんっていうんでしょう、読めませんけど。ディスコ DJ じゃない、ゲスト DJ がいらっしゃるそうです。えっとね、ソッソイって書いてあるかな。SOSOI かな。ソッソイさんと思うんですけど、<laughs> が来て回すみたいですね。えっと、それが、えっと、7月の7日、えー、夜11時、スタートで、 えと男子2500円女子1500円でフリードリンクだそうです、えー、R&B、ヒップホップ、レゲエ、えー、オールジャンルミュージックで、えー、と流すらしいですねロイヤルレストランこんなこともやるんですね7月7日夜、そんなのもやってますはい、以上、すごい告知関係いっぱいありましたけどでもう1個いけるかな 行きましょうちょうちっともう一個あるんです、やりたいことが献血バスが今、沖縄でどこ走ってますかということで、早口でちょっと読みますよ、那覇市、えー、株式会社ああ、ちょっと難しいな、大米、えーとですね、大きい2米建設さん大米建設、はいお、さすが、さすがうちなんちゅうんはいえー、9時から16時まで、そして6月22日、明日うるま市、休養成湯、株式会社3、9時から11時30分。 そしてウルマ市沖縄石油,石油浮き地株式会社さん13時30分から16時30分で沖縄市陸上自衛隊白川分屯地9時から13時で沖縄市沖縄中央病院15時30分から17時うるま市うるま市役所本庁舎9時半から16時30分それ以降はまた CM 明けにお話します 一旦 CM です。ごめんねなんか前半こんな感じで。ああい,いい。で CM 中マイク入ってるからね。あの YouStream 用に。はあ。そうそう。油断したら。が抜けない感じ。油断したらすぐ。そう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 油断したらすぐもバレるわけ、ね。前回それでねやっちゃったね。ね夢中になって CM 中喋ってたらいつの間にか本番始まってて。<laughs> そうそういうのもあり。<laughs> そういうのも全然大丈夫ありなの。これが。 そう、そこれがあるわけ。じゃあね。これはこの cm の長さが残り13秒。全部こうやって入ってるんですね。そうなんですよ。すごい！ みたいなのが出てきてさリアルタイムなやり取りができるのがあるんだけど何<ー>か出し方が分かんない <laughs> なんソーシャルストリームってやつ現代です、ね、そうそうそう,そう <laughs> よし はい、時刻は10時16分を回りましたラジオ試行錯誤第45回目の放送は琉球ジャジャメ麺屋台もが麺の最上隆之さんを招いてお送りしておりますさっき献血バスの,あの途中になってしまったんで木曜金曜とあって土曜日はお休みですね土曜日はお休みで、えー、6月24日日曜日にうるま市のイオンシカワショッピングセンターに 時時から17時30分ままでやっております。この日は茶炭のイオンはないですねイオン茶炭店毎週やってるんですけど今週はありません、はい、以上ですね以上週末までの献血バスの運行状況こんな感じでやってますちなみに最上君、はい、献血のご経験はありますおいいねあそこであの く文字の、そ血ルームで。お、ね、お、おうおうまさにその通り。まさにその通り。最近やった、最近はご無沙汰。うん、やってないですね。忙しいもんね。忙しそうにしてるもんね。忙しそうにしてます、ね。うん、<laughs> 忙しそうに。そうです。我々ちょっと忙しそうに見える人たちなんでそうなん実際そんなことないんですけど。同じくですね。そうそうそう。献血、献血した後に。あの、タチションしないでくれって言われた、はい。言われたことない、ね。言われてないでしょこれね、あんまり公にされてないんだけど。タチションすると危ないよっていう。 のが、うん、この赤十字のサイトに載ってるんですよ実は <laughs>、えー、赤十字のサイトになんでかっていうなんなんとなくわかるなんでタッチションしちゃいけないかっていう男子だけですね、えー、もちろん言われるのはわ、えー、かんない分かんない俺がですね危ないとあとにかくあの立ちくらみするじゃない、はい、立ちくらみしやすくなる血を抜いた後に 刺激っってやっぱ水分でしょ、はい、水分抜いてさらにあのおしっこで水分が出ていくとやっぱ頭のとこフラふらっとしてで倒れてその便器に頭をぶつける便器いしる、うんいじゃないう事故がちょっと何件かあったらしい<ー>でそれは危ないですよっていうことでであんまりそれがねアナウンスされないの献血バスとかそういうのでは。だけどあの サイトには載ってます赤十字社のサイトのなんかな Q&A だが何だかに載っかってました、それなので、もし男の方、ねあの、そういう機会があったら気をつけてください、はい、立ちくらみ注意ということで、座ってね、最近座ってすることがほらもてはやされる時代になって、ね、ね、<laughs> よくわからない。いいいやと思うよ本当にあの特に特ね で掃除するお母さんたちにはやっぱりそうしていただきたいと思ってる方もいるんじゃないかな,なるほどそう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  <laughs> なんだかんだでね丁寧にやってもやっぱりちょっとね<今>散らすのよそんなしょうがないです、ね、そうそうしょうがない <laughs> そんなことはいいですかもうそんな献血のお話でしたけど <laughs> えっとですね今日今日そう夏至っていうこともあったんですけど今日はね世界音楽の日っていう世界的に 音楽の日っていうまあ夏至は世界共通だからね、やっぱ地球全体の話、地球全体っていうかもう,なんていう,のもう太陽系の話だから、うんうん、だからその日を記念して、世界音楽の日、なんかそのミュージシャンがなんか制定したみたいな<う>らしいんですけど、今日ね,今日ねというか、昨日ね地球暦ていうのをやってきたんですよ、地球歴か地球歴のワークショップっていうのを受けてきて。 すごい面白くて、ね、今日今日というか、昨日か、昨日の惑星の配列を全部こうピンさして、これはあの天王星はこことかっていうのをやって、すごい不思議体験、で、なんだったかな、あの天王星とか冥王星とかあるか、はい、あの辺の惑星が動くときはこう変革が起こるとき、<っ>フランス革命とかね、<laughs> あ,<ー>あったりだとか、最近で言ったら、 の IT のすごい進歩とかね、うん、iPad が出てみたりとか、うん、そういうちょっと革命的なことが起こるのがなんと言ったかなあのすごい外側にある冥王星とかって200年以上かかって一周するの公転が公転するのに地球はほら1年でしょ365日、うんはい、で水星だったかな水星は太陽に一番近い水金地科目の水星は88日で一周するんだって で一番外側にあるやつは二百何十年とかかけて一周するからこのね人間一人の一生のうちに一周は見れないというなんかねすごい不思議な話神秘的なねそうそうあれが面白かったな地球歴っていうでそれの地球歴のねこうなんかでっかいこう,なんていうのワークシートっていうの,あの惑星配列を並べるシートが売ってるんだけどそれ売ってるんだけど 値段がついてないいのよ<え>値段ついてなくて振り込み用紙だけついてるのね <laughs> 振込用紙こ,れこのスタイルを縄文方式って言って縄文方式もうりとりあえず持って帰ってくださいと持って帰って使ってみてもうあなたの価値観でおいくらでも構わないんで振り込んでいただければ幸いですみたいなそういうスタイルでやってるんですよ、うん、縄文方式この現代で <laughs> のこの現代にそのスタイルで行っちゃうっていうね その売ってるもの全部がジョ売モン・るもの全部ですか、うん、CD なんかもあるんだけどそのなんかちょっとそのなんだろう地球歴のなんか1年をイメージした CD みたいなちょっとあのト,ラントランスっていうかな,なんかあのアンビエントっていうのジャンルで言ったらそ,こなんかそれに集中できるような音楽ヒーリング系かな、うん、っていうのを昨日流れてたんだけど確かにそういう雰囲気になってた。<ー>うん 畳の上でやってんだけど<笑><笑>畳の上であぐらかきながらとかやってたんだけど面白かったね地球歴あのねハート・オブ・アース・カフェ知ってる、はい、あ知ってるよねあの辺あのところにあるあのところにあるそこの、えー、とオーナーの方がこれのワークショップ開ける人で知ってる会ったことあるもしかしてはいつな<あ>がっておりますつながっておりますあ <laughs> やっぱり <laughs> そうなんですあの人があの方が 通称ガ,リガリさんねさんああ知ってるんだ <laughs> <laughs> そうなんですよそこで,で場所はね昨日は野草カフェっていう場所でやってきたんですけどすごい面白いそこをなんかイベントいっぱいやってるんでぜひ今日あ忘れてきたなあのごめんなさい忘れてきちゃいましたそこの案内もらったのに置いてきちゃいましたもう来週喋りますごめんなさいね <laughs> ね、地球歴あの興味あったら地球歴で検索してみてください、ひらがなでも構わない、地球歴で検索したら、そのチーム地球歴っていうね、それのサイトに飛べるんですごい面白いと思いますよあの、惑星直列がどうのこうのとかね、うん、興味ある人は、僕、もともとそんな興味なかったんだけど、昨日で一気に火がついたから、ね<ー>うん、なるほどなっていう、こうなんグランドクロスとかあるじゃない。<ー>惑星がこう ね、十字に並ぶ時とかそんな日が2年前2010年だったかな2010年の話グランドクロスがあったみたいなその日にんかまた怒ってるとかねいろいろいろんなことが起こるもんだなとそんな地球歴の話はい何からそんな世界音楽の日からか夏至だからっていう話ねそうで金星がね ほら宵の明星から明けの明星に切り替わったんだね全然わかんない全然わかんないでしょ金星が通過したでしょ太陽面通過みたいなあ,、はい、あれが起こったからこうなんていうの金星の位置が変わってるわけだ左にあったものが右に行ったみたいなだからこう宵の明星ってことは夕方か夕方出ていたあの明るい星が今は明け方に出てくるよ、ねうん、になったっていうね知らなかったですなんかちょっとこの天文系の話は 頭がこんがりますね。<laughs> こんがらがる。で、あれでしょあの光、あの光ってる星は数千年前の光だよ、みたいなね。なんかありますね。なんか言うよね、そういう。そういう難しい話、とっても難しい話だな。やめましょうか、なんか僕らに似合わないから。<laughs> <laughs> あとですね、あと何の日かっていうのもまだあって、スナックの日っていうね。スナックってあの、何でしょ酒場のスナックじゃなくて、食べる方のね、食べる方のスナックの日ってことで、 のまたこれも下し絡みなんだけど夏至の日に餅を固くして食べる文化日本においてねうん,、うん、餅なんかったい餅食べたことあるありますありますんていうのかなか餅とか干し餅とかっていうかな、うん、多分そういうようなものなんだけどそれを食べるその文化からじゃあスナックもそれに入れちゃおうみたいなことで、うん、スナック菓子の日スナックの日これどこかなどっかのスナック会社が持ってきた日らしいんだけどうん で、あとはね、癌支え合いの日と、癌患者ですね。癌の支え合いの日。なぜこの日にしたのかなちょっとこれ由来までは分かんなかったんだけど、癌支え合いの日。僕ももともと癌患者なんでね。そう。まあちょっとゆかりがある。かな。10年前です。10年前、末期癌でした、僕は。はい。それで、あとは、これ、まあなんか僕の、僕はなんかどうでもいいんだけど、高木れにの誕生日。<laughs> 高木れに。 っていうのを、リスナーさん多分わかんないと思うんですけど、わかんない人の方が多いと思う。だ、誰ですか、これ、はい、詳しい人。<laughs> 桃色クローバー z. の紫です、ね。<laughs> そう、桃色クローバー z. の紫担当。はい。ちなみに、何歳になったかわかる。全然ですそでかない。そこまではわかんない。そこまではわかんない。19歳。19歳な。今日で19歳いですね。なったらしいです。桃色クローバー z. 僕は全然知識なかったんで。ついさっきね。 YouTube で確認させてもらったんですけど、はい、アクロバティックなダンスをする、はい、とてもバック転とかしてたねしてましたね、うん、バック転とかしちゃうようなでもインディーズ時代が長いらしいね苦労人苦節2年みたいな,なんかメジャーなメジャーなその何ですかその,あのレーベルレーベルっていうかねあなんかありましたね、うん、事務所がそう事務所は結構メジャーなとこなんだけど 車中泊しながら全国回ってたとかっていう歴史もあるので<う>結構苦労を重ねて今こんなしてもてはやされてるもてはやされてるんですか <laughs> ももクロっ,、ね、<laughs> って言われてるまだ、うん、全然知識は浅はかなんですが <laughs> <laughs> 浅はかなにわか知識にわか,知識にわか ファンのことはもののふっていうことだけは覚えましたよもののふはいあ,あ,あの「へい」と書いてはいああなんか書けてるらしいですねあっへいじゃないか「し」か「へい<で>の「し」の方だね「<し>うん。もののふ」またこれ由来は全然詳しくはないですけどやっぱ桃色だからもののふみたいなそんな感じだったいかな桃色クローバー Z でこれで「z」がついてなかったよねもともと 一人やめて詳しいじゃない結構 Z つい <laughs> そ<だ>この先日ちょっと教え込まれました<笑><笑>つい先日だよねつい先日ですねうんそうなの、Z、なんかドラゴンボール Z みたいなところかな Z の由来は分かんないこれはそうそうまだね僕も調べたんけどちょっと調べたけど分かんなかった、うん、Z の由来は明かしてませんって書いてあったそう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  <laughs> まあでも語呂がいいね桃色クローバー Z ってね いいね、X よりはいいかな <laughs>、はい、CM でございます <laughs> 30分 僕の cm の、ねね、あれですね。ねうん。完全に聞き逃しましたけど。自分が喋ってる cm。ん、何の cm ですかん？なんかね？あの復興支援番組っていうのやってんだけど、<ー>それの cm なんかさっきも言てました、ね。<laughs> 時刻10時30分を回りましたさっき CM 中に僕の声流れてましたね復興支援番組のコマーシャルラジオ試行錯誤も応援していますということで毎週木曜日午後1時からやってますね復興支援番組、えっと、読谷から日本を元気にということでやってます僕も一回ゲストで出たことがありますねはいそんなことですけど今日はね今日は珍しくメールが一件も来ないちょっと寂しい感じなんですけど <laughs> ちょっと最上君、宣伝不足だったかなです、ね、<laughs> とメールお待ちしてます、そ,のそこでユーストリームをご覧の2人の方、ぜひ、FM786 アットマーク、FM 読みタン .co.jp、co. こちらまで送っていただけたら、我々テンション上がるかもしれません、元気もらえるかもしれません、お願いします、先ほどち,ょっとちらっと紹介した1983年生まれを集めようという。 1983集会。っていうのをね、ちょっと今企画してるんですけど、メンツ募集中です。で、参加条件が19、1983年、昭和58年の4月の2日、4月2日から、1984年4月の1日までに生まれた方を集めたいと思いますので、今ラジオをお聴きの方、もしくはユーストリームで録画、 なり生中継なり見ている方かそのご友人とか知り合いとかであいつ1983年だよとかっていうのがいたら教えてやってくださいそんなのを来月の7月の19日の夜7月19日の夜に場所がですね浦添か那覇かどちらかでやろうかと思っても結構那覇方面やっぱり多いので知り合いがなのでその辺でやろうかと 企画中です詳細はまだ,ない,んだないんですけど、お問い合わせあったら、えーね、Facebook、もしやってる方だったら Facebook で、私、ソヤマックス、S-O-Y-A-M-A-X で検索していただくと僕のところに飛べますので、そちらに、まあ、Facebook だったらそっちが早いかな。で、メールだったら、えーっとですね、どうしようかな。えー、っとこっちのうーんとメール、はい、行きましょう。 それも x,、ソヤマックス、s-o-y-a-m-a-x アットマーク、えっと、Gmail のアドレスですね。gmail.com、so。ソヤマックスアットマーク、gmail.com。こちらまで、ね、メッセージいただけたら、まあ、詳細というか、俺も1983年だよ、っつってメッセージもらえたら、ね、ぜひ。で、これ、まあ、第1回なんですけど、試しに第1回やってみるんですけど、あの、面白くなったら続けていきたいと思ってますので、 そうういことで最上君も1983年何月生まれなの ?9 月ですね9月九月の何日15日です九月十五日何かの日だね元敬老の日ですああそうだね元です元々か今はハッピーマンデーになっちゃった普通になっちゃいましただね。9月15日生まれかはいそんな中で1983年いたらぜひね同級生だってみんな沖縄名護なのじゃあ いや生ま,れです、ね、生まれだけ名護で、うん、その後は、まあとは転々としてたんですけど、うんまあ、落ち着いたのはおろくですね落ち着いたのはおろく、はい、じゃあ高校時代とかもおろくおろくです高校もおろくは那覇西高校あ那覇西 <laughs> そうなんだ那覇西って言われても全然わかんないなどこにあるかもどの辺にあるの那覇ジャスコの近くですね あ、そうなんだあ、じゃあそれこそおろくの近くでね本当にうんその辺ですあその辺おろく高校はないかおろく高校あありまするの？おろく高校もあるんだはいそっかすげえなおろくんちゅうだねおろくんちゅうですうるくんちっていうおろくのことうるくってあっそうなんだやっぱちょっと昔の話そうですねちょっと若者ぶってるのかなかなかそういうふうには言わないですあそうなんだうるくそばってあるもんねあありますありますね美味しいね美味しいですうるくそば そうかそんな1983年ちなみに1983年の出来事って分かるなんか全然分かんないこの時ですね1983年のディズニーランドができてますね同い年ですか東京ディズニーランドはい千葉県にあるのに東京ディズニーランドね東京ディズニーランドオープンが1983年そしてファミリーコンピューター ファミコンファミコン1983年生まれ、えー、そうだったんですね、うん、そうなんですよでメッセージ来ましたよメッセージ<ん>やっと待,待ちに待ってました <laughs>、はい、メッセージ読みます<う>見てくれてるのかな、えー、っとラジオネームかまびとさんからかまびとさんから来てますけどや山さんちょっと恥ずかしい質問してもいいですかということでいただいたんですけどこれ質問が入ってないね, <laughs> <laughs> ね質問の質問です <laughs> そう恥ずかしい質問してもいいですよ、いいですけど、質問入れてくださいね、中身、<laughs> 多分これ、間違ってね、送信しちゃったんじゃないかな、とメッセージ、入ってません、かまびとさん、かまびとさんねつい、つい何時間かね4時間ぐらい前まで一緒だったんですけど、<laughs> <laughs> あのメッセージ、ちゃんと打ち込んでから送ってくださいね、よろしくお願いします、ま待ってます、あと20分ぐらいあるんで、お待ちしております、送り直してください。<laughs> はい、こんな感じでメッセージ、ね、ください、まだ待ってます、はい、今5人ぐらい見てるみたいですよ、<お>ユーストリーム、ありがとうございます、何人見てるかバレてますからね、でも誰が見てるかは分かとない、そこま,ではかこまで分かったらちょっと怖いね、でそういう時代だよね、そういう何もかもが見透かされるような時代になってますけど。<laughs> えとじゃあ今夜の宣伝いこうかな、宣伝ってもう今日行って今日来れる人は少ないと思いますけど、今日、えー、那覇市桜坂の、えー、チャンプルーソーという場所で行われる、えー、僕の宴です、無差別料理研究家、ソヤマックスの定例晩餐会ということで、毎月やってるんですけど、で先月、5月と6月です、ね、は主役不在なんですよ、これ実は。主役っていうのが大体毎回いるんですよ。あの そこアー,トアートギャラリーをやっていて、うん、沖縄アートグループっていうところのアートギャラリーなんでそれの個展とかやってる個展だとか展示会だとかやっててそれの,、まあその作家さんとの交流会みたいなそれがきっかけで最初始めたのねもともときっかけはそれだったんだけどでこの梅雨,じょ梅雨の時期5月6月はあの雨いっぱい降るからやりたくないっていうなんかそのオープンエアなのよ まあもう窓とかシャッターとか開けっぱなしでやるもんだからとそれでまあ梅雨時ねそういう雨も入るしお客さんの客足も鈍るしっていうことでゲスト不在だけど料理だけやりましょうかみたいなそうだったんですかだから前回、今回は僕が好き勝手料理する何もいつもはゲストの要望を聞いてねこんな料理が食べたいとかなんかハンガリー人だったらハンガリーの料理をやるとか。ほう なんかベジタリアンだったら野菜だけでなんか作るとかそういうちょっと自分を縛るような感じでねすごいですねド M です、ね <laughs> うん、でもその方がやっぱねこうやりがいがあるね、うん、なんかハードルが上がるというか、うん、得意料理でも何でもないものに挑戦しちゃうっていういいですね作ったこともないような料理をパラチンタとかね知らないでしょ全然わかんないですよパラチンタとかトゥルトゥトゥアシとかねみ <laughs> そうですね <laughs> トゥルトゥトゥアシそうそうそんな それハンガリー料理なんだけど、えー、そういうのもねやってみたりしましたね、うん、で今日,の今日のお品書きがですね今日完全に中華でいきます、はい、中華えっ、ー、とこれねパオツァイって知ってる四川料理なんだけど,けどパオツァイって泡のナッパ泡菜って書くんだけど、はい、うーんとねまあなんだろうな中華風のピクルスかな<ー>ちょっと甘酸っぱい系の漬物ほう っていう、ね、四川料理なんかこうキムチとかに対抗しうるでそんな辛くはない四川料理って辛いイメージあるけど、はい、俺はそんな辛くない、はいうん、一応唐辛子とか山椒とかも入ってるんだけど、うん、辛いっていうよりも酸っぱい感じかな<う>でその漬け汁をね繰り返し使うのよ今回ちょっと新品だからそんなに発酵してないんだけど俺が繰り返し使っていくとこうぬか漬けみたいなこう乳酸発酵してきて<ー>だんだんうまくなるっていう。 今回、本当一発目でちょっと新しい新品の味なんだけどこれは面白い、うん、結構奥が深い楽しみですね楽しみあんまあ、楽しみにされるとちょっとあれだなで、その次がこれがね冷まさないナムルっていう完全にこの商品名で売ろうとしてる感じね <laughs> ナムルは冷たいものっていうイメージがあるでしょ、うん、それを出来たてあったかいやつを食べさせてみようかなっていう,う、ね、おお、面白いですね,こうね毎回定番なのナムルは必ず持ってくるようになってるんだけど いつも冷たいのをもう作って持ってくるんだけど、うん、今回目の前で作ってみようかなっていう,うちょっとねで逆に麻婆豆腐を冷やすっていう冷やし麻婆豆腐 <laughs> リンクしてるわけですねそうちょっとリンクしてるオンとレイを逆にしてみようかなっていう冷や,しー冷やし麻婆豆腐がこれが今冷蔵庫で冷えてます<あ>昨日仕込んでます,さす,がですどうなることやらこれがねあの鶏のゼラチンで固めてるわけですよほう チーパイタンまでいかないけどね大好きなチーパイタンね鳥のパイタンパイタンっていうのは白い湯って書くねそれの一歩手前ぐらいちょっと白く濁ったぐらいのやつを使ってであの何ですか鳥のもみじ足の部分から結構ゼラチンをいっぱい取ってるんで今これ固まってるかと思いますねなんかやった試しもないのにやってますけど固まってなかったらどうしようかななんかで 適当にとろみつけようかな <laughs> で次がですねこれがね TGM リンチということでね TGM っていうこれなんか濁したんですけど、はい、TGM と聞いて何を連想するかな一瞬見たら卵かけご飯みたいなのあ,<ー>あ TKGTKG に一瞬あそうだ、ね、パッと見たら見えます、ね、そうそう卵的な匂いはするけど、はい これがねあの、タガメってカタカナでタガメユーリンチって書いたらちょっとね、あの批判と言いますか、なんというなんなんと言いますかね、タガメ嫌だっていう言葉があの出てきたんで、じゃあちょっとかっこよくじゃないけど、アルファベットにしとこうか、タガメを TGM にしたっていうね、でそのタガメの別に現物を使うわけじゃなくて、チリペーストは、ね、タガメのチリペーストこの間、あの最上君にも味見してもらったんだけど。 そんなのをちょっと僕手にしているものでそれをまあ鶏肉にすり込んでそれを唐揚げにして油淋鶏甘酢あんかけみたいなあんかけまでしないな甘酢ソースかけみたいなのをやろうかなとこれはもう熱々でねはい熱々できたてで行ってそこで締めにでますのが琉球ジャジャ麺あら今日はどんなスタイルもう仕込んであるの はいある程度仕込んできました何が載ってますかじゃあ詳細今日はもう一応まずは皆さん食べたことがないと思うので本来のものをあまり変えずにというコンセプトになりましてね何が載ってますか何がっているスタンダードなスタイルねまずじゃじゃ麺のモードのまあキュウリとネギキュウリネギもちろんのこととハンダそしてキュウリ えっと何でしたっけ半玉パプリカ、うん、赤ピーマン赤うんそして島らっきょおうおお島らっきょうの樽のはいお<う>おちょっとあげようかなとあ<う>げて乗っけるはいお<う>ちょっと食感を楽しみにしたいっていうのと沖縄食材をもうちょっと使ってみたいなって、うん、いうのがありましてういい、ね、うちょっとそちらをおお 薬味の感覚で入れましょうかねと、うんああ。新しいな初挑戦です戦いいねいいね、はいいねいいよ初挑戦の場にして、はい、ちょうどね揚げ物するしねはい、うん、それをちょっとやってみようと思って肉味噌の部分あそうですね肉味噌が黒ごまペーストの肉味噌になるんですが、うんうん、下にもふだんから島らっきょうをちょびっと入れてるんです刻、うんで入れてある、はい、今日はちょっとうん 黒糖を多めにちょっと甘口目で,、ねはい、で作ってみようと思っております、うん、なるほどはい。そんなのを、えー、冷やしタイプで、はい、冷やしタイプで、うん、本来はあったかい料理なのねはい。本,本来のじはあったかい料理うどんで、はい、あったかくしてで最後にあのあれでねチータンタンチータンタンですチータンタンってどんな感じ書くんですか 難しいいななので覚えてないです鳥じゃなかった<鳥>と鳥卵を言うだよね多分なんかでも旧漢字で書かれてることが多いですね当<ー>なんか台湾かどこかから来た<ー>のあそうだよね読み方も北京語だもんね、はい、なんかでも今言われて気づいたんですけど覚えなきゃダメですね、うん、<laughs> 卵はねタンパク質のタンだからちょっと難しい感じなんだよね,そ,うですねそれの旧漢字みたいな だと思いますそうなんですねそうだねじゃじゃ麺出すからにはそうですうん琉球じゃじゃ麺今日初めてのコラボレーション晩餐会ということでね来月はちなみにね来月は7月の26日を予定しております来月も来てくれるかないいともつってねもう口約束だけど来月もやってみたいと思います

3年,3年の 1, 年1組2組二組なんか有名人になった気分で、OK、やりましょう喋りましょう先週は3組4組が来たあそうな、うんだウルデン賞3年なんか有名人になった気分ですね,ね <laughs> 見学来て<ん>あ,あっという間ですね喋 <laughs> れないだろうメッセージ来てますね <laughs> 風が強いんですが、そんな日に合うおすすめのお昼ご飯 <laughs> すごいな、そこを来ましたか、風が強い日、風で飛ばないようなうだね、結構、まだ、あ、強いですね、ねえ、<laughs> この扇風機の風が意外と寒くないですか、僕 <laughs>、ね、もう止めてもいいよ、<laughs> <laughs> <laughs> 俺ずっと寒いと思います。<laughs> <laughs> 武器塗って入らないんですね、は<し>イクに、はいはい、時刻は10時46分を回っております、はいはい、ラジオ試行錯誤エンディングでございますね、はい、ファミコン元気玉を BGM にお送りしていこうかな、今日あの、ギャラリーがすごく盛り上がっていたんですけども、古玄小学校の3年生。 フルゲン小学校3年生1組2組の皆さんが先ほどギャラリーにいて、はい、今言ってるよって思ったら姿を消しました、ギャラリーからみんな手振ってくれてありがとう、フルエン小学校3年1組2組の皆さん見学に来てくれてました、はい、ありがとうございます、ます僕らと,ちょっと勇気づけられました、はい、ありがとうございます <laughs>、はい、でメッセージ、リベンジ来てますね、メッセージがですねラジオネームが変わりました、ラジオネーム、ゆうじ ゆうじさん。<laughs> 本名ですね。<laughs> ゆうじさんと言ってます。はい。えー、ソさん、こんにちはと。そやまさんっていうのをやめてほしいんですけどや、まあいいでしょう。しかも、お住まい都道府県埼玉県になってますけどね。あ,<ら>あの、沖縄市にいますよ。沖縄市にいます。<laughs> えっと、今日は風が強いんですが、そんな日に合うおすすめのお昼ご飯は何でしょうかと。難しい質問来ましたよ、これ。風が強い日のおすすめ昼ご飯。 ここれはどういうういとでしょうお店の紹介をした方がいいのか、もしくは、えー、となんでしょうこういう料理がいいんじゃないかというのかな、僕、おすすめしましょうか、おすすめしたいのは風が強くても冷めにくい、えー、とですね麺どころ鍵のつけ麺なんか、どうでしょう <laughs> いいですね <laughs> あのとろみがあって冷めにくいっていうちょっと特色を持ってますけど、そんなんどうですか、でもあれは風が強いとネギが飛んでしまうかな。 そういうところまで考慮するとなると、なんでしょう、じゃじゃ麺も大丈夫じゃじゃ麺も、まあ、基本的に屋台なので外には強いですよ外には強い、でも昼やってないもんねやってないです <laughs> おすすめ昼ごはん、いや野草カフェのピザなんかいいんじゃないですか、自分のところの宣伝もしたらいいですよ、ユうジさん、ね、<laughs> そんな感じですけど、野草カフェは本日定休日となっております。 そうあの沖縄市の久保田にあるんですけど、野草カフェヤーマチャという、知る人ぞ知るあのあれです一戸建てのカフェ、<う>小建て海藻カフェですねすごく居心地が良くてねこう、普通の一軒家なんですよ、普通の一軒家でそもそも普通に暮らしてたお家なんです、このご夫妻が、<う>ご夫妻とベイビー2人がいるんですけど、そ,のそこを、まあ、なんか住んでるだけじゃあれだしっつってカフェ始めちゃったみたいな。 そんなエピソードを昨日の夜聞きましたけどね、おすすめお昼ご飯そうですね。そんなもんかな、野草カフェの玄米おにぎりとかも美味しいと思いますけどね、いいです,ねすごく上手に炊くんですよ、玄米を、断、ね、っていう野草を行って、野草カフェなんでやっぱ野草を使うんですよ、うんそうあ、小学生の皆さんまた戻ってきてくれたね、ありがとう <laughs> <laughs>、はい、入りますか、入れる 交代したみたいです、1組、2>, ね、1> 2組の交代でしたかね、<laughs> そか3年生、ちょうど今、やんちゃ盛りの3年生がスタジオ来て、いいね、みんな手振ってくれました、ありがとうございます、金髪色眼鏡は何なんだと、<laughs> <laughs> そんな金髪なりましたね、僕ね、あのなりましたね自然となったわけじゃないけど、で,でも気がついたら、塗ってましたね。うんそう ちょっとね心変わりとかいろいろあったみたいですよ、はい、<laughs> 毎日毎日目まぐるしく、いろんな出来事があるわけですね、はい、すね僕も <laughs> そ,んなそんな感じでしたけど、あのゆ,ゆうじさん、もういいですかこのお昼に会う、お昼に会う風の強い日のご飯、うん、このあと僕らはどこかに食べに行くのかな、どこ行こうかな、何も今考えてないんですけど、何か行きたいとこありますか せっかくヨミタに来たんでヨミタのどこかに行きたいですね。せっかくヨミタに来たので、じゃあ,あ、そうですね。先週で、ね、先週また全然話が変わる変わらないか。うんと、白熊っていう食堂ができたんですよ。白熊アジアン食堂白熊っていうヨミタにね。うん、で、そこがあの、あの夜は酒場居酒屋のグシクっていう居酒屋があるんだけど、残、うん、ンの方に、そこを昼だけ間借りしてやっている。 白クマアジアタイ料理だねタイ料理トムヤムクンそばとか,かあともうカレーイエローカレーレッドカレーグリーンカレーなんかを出しているあそこの方もともとねチャタンの観覧車の下にあるタイ料理屋、ねはい。うんあそこ出身の方ですなるほど、うん、だ間違いないです飯うまいですかなりお腹がなりそうな僕もすごい腹痛いっぱいね今ね <laughs> うん、そこもおすすめですよ、はい、読みたんもしお越しの際、火曜日定休だったかな、だいいやっぱ昼だけなんでね営業は間借りしてるっていうのもあって、はい、そんなところもございます、うん、僕はこの後どこに行こうかな、でも昼、どうだろう、準備夜の準備なんかはもう完全すぐ行けちゃう、すぐはいけないです、切るものもある、刻み物も,もある、刻み物はまだですね。 一応七時七時オープンの八時開始かな。あ、今日は八時開始なんですね。八時開始だと思ってました。そう、だいたいま七時開始にしてるんだけど。ダイヤ開業うちなタイムなもんで。そうそう。七時にいるのなんか多分ね、二十パーセントぐらいかな。なるほど。七時の段階で集まっているのは、一番盛り上がるのは多分十時ぐらい。あ、なるほど。ちょっとお酒もそうそうお酒も入りみんな集まりが十時ぐらいかな。 うん、で12時二時一旦解散のそのまましっぽり朝まで飲む人もいるような感じで、うん、そんなの毎月やってるんですよ、すね、本当にね、うん、愉快な仲間たちが <laughs> <に>今日はまた特別で、ね、特別また始めましてだらけの感じになると思うていてよくも,よくもまあそんなメンバーが集まったなと思うよ。うね、僕が々名刺ばらまいた 結果がこうなってしまいいです、ね、人脈ですすねね人脈ばらまくばらまく1年で多分ね1年で2000枚ぐらいかな、えー、使ってると思う,うとりあえずもう渡すみたいなそう別にばらまくってこう取れ <laughs> <laughs> みたいなまく,くわけじゃないんだけど手渡しするけどそうだ、ね、2000枚ぐらいなくなってるかな1年ですごいね単純計算で1日6枚ぐらいであそんなもんなのかな だけ使ってます、はい、残り2分残り2分ぐらいですねあっという間にちょっと最後にモガ面をもう1回アピールしとこうかな、はい、モガ画面アピールアピールタイム2分あげますありがとうございます。好き勝手しゃべっていいですよ皆さん馴染みがないとは思いますがじゃじゃ麺混ぜそばでございます混ぜそば普段普段じゃないですねうん通常ではじゃじゃ麺はうどんを使って あったかいもので食べるものなんですが、うん、私はそれを沖縄そばの麺でやりたいと常日頃思っておりましてそれを形にしたものが、うん、琉球じゃじゃ麺というものになりますうん多分いや絶対沖縄ではうちでしか食べられないものだと思っております、うんねうん、間違いない日々進化もしておりますので、うん、来た時より次来た時が美味しくなると言っていただいているので、うん それはいいね。承認しております。まさに試行錯誤してるわけですね。すね<う>試行錯誤その言葉をいただこうと思ってます。<laughs> <laughs> 試行錯誤英語で何というか知ってますか？全然わかんないです。これがね、トライアル＆エラー。<laughs> あ、トライアル挑戦と失敗。まあまさにそのまんまで,ねいいですね。そうそう英語で言うとなんとなくこうまだほら外人さんにもこう説明しやすい,い。<あ>こうどんどん説明しやすいのかなわかんないけど。 今急にまた全然違うんですけど天名考えた時に一瞬試行錯誤ていうのも考えたんですあかぶっちゃうな考えたんだでも考えました4文字熟語を一時期考えました全然違うもがめになっちゃったんですけどもがみからもがめはい自分で考えたんでしょいや一応最終的に腹ペコかも画面かで悩みまして 腹ペコもありだったねでも最上っていう名前もやはりちょっとどこかで絡めたいなっていうのもあって知り合いのコピーライターの方にふと言っていただいた一言が「も画面」だったんですけどそれも気に入ってました、ね、なるほど、ね「も画面」はい「茶谷町元ユーデニム跡地でやっております」はい「よろしくお願いいたします」はい「よろしくお願いします」「こんな感じです」「今週もありがとうございました」今日のゲスト えー、琉球ジャジャン麺もがめんのもがみ高幸さんを招いてお送りしましたではまた来週ありがとうございますありがとうございます